今夜のヤングトナキは新潟出身の女性格闘家が登場。本物の技を身をもって体感。とは言っても女の子、凄腕メイク術で憧れの芸能人に大変身。最後までお見逃しなく。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。新潟市中央区上大見にあるレナトゥス柔術アカデミー。中ではヤンさんが腹筋のトレーニング中、っていうかこのパンツもヨレヨレだでかいさあ今日はヤンさん見てください、こちら、このマット。本日はヤンごとなき女性格闘家、これそうやって使うやつじゃねえんじゃない多分違うよね違うお二人どうぞ。どうもどうも、よろしくお願いします。一人ですけどどうぞお座りください一人目の女性格闘家は佐渡市出身のブラジリアン柔術家富田美里。今年行われた全日本選手権オープンクラスでは堂々の優勝。富田さんも練習されてる。はい、そうです。そうですね。ずっと充実か。空手から始まって、うん、シュートボクシングで充実です。お父さん、そうです。道場か。あ、お父さんが道場。そうです。じゃあすごいしつけとか厳しそう。メスとか来るときもうっす。そうじゃない。なんか悪さしたらもう投げられるみたいな。もう聖剣で鼻かしらカーンとか。そんなんない。それはなんか。それはない。はい、そうなんですね。2人目の女性格闘家は旧黒崎町出身のプロレスラー里村芽衣子。仙台ガールズプロレスリング所属の日本を代表する女子プロレスラー。あの3歳の頃から柔道やってまして、はいはい、県のナンバーワンだったわけですよ、はいはいはい、で卒業して柔道選手になるのかなと思ったらね、はい、いきなりプロレスラーになっちゃって。そうですね、プロレスの世界にとにかく入りたかったんです、うん、あのプロレスラーの付き人をしている、うん、あの特集があって、うんうん、雑用とか付き人とかやってる姿を見て、うんうん、あ私も付き人やりたい。おかしいだろういやこう戦ってる選手に憧れたんじゃなくて、はい、付き人の姿に憧れたとにかくこう下積みから自分を鍛えたかったっていうのがありますね。すごいな。なんかやっぱりでもこう小さい時から、ね、格闘技とかプロレスやってきたりとかするとやっぱ大変なこととか苦労も多かったんじゃないかなと思うんですけど、うん、はい、いやプロレスの上下関係ってひどいって言うじゃないですか。女子プロ特にきついって聞きますよね、まはい、入団した時は三禁と言って、うん、あのタバコ、お酒、男禁止だったので。うわレディースみたい近い世界近い世界でした。当時はコンビニに行くにもちゃんとメモして、今から何時何分にコンビニに行ってきます、何時何分に帰りますというメモをして行かなければいけなかったので。お一番怖かった先輩って誰ですか、うんうん、怖かった先輩ですか、はい、あの神取忍さん怖そう。今はすっごい優しいですよ。あの、はいはい、私が15とか16の時はあの怒鳴ってる姿しか見たことなかったです。当時あれでしょ、あの女子プロ界最強の男って言われてた時代の、はい、さんね、女性ですけどね怖いと思うよ。いや怖いと思う富田さんはなんか苦労話。苦労話、うん、あ怪我はありますね。今あばらちょっと折れてるんですけど。え今柔術じゃなくて、うん、ジェットスキーで落ちて、天然かい救急外来ってかわいすぎるやろかい。ヤンさんちょっとさ、うん、腕相撲ね、言っても男じゃん。やるよ。昔ちょっとブイブイ言わせた口ですから。言っても里村さん、やりますか。ちょっと、うん、私腕相撲すっごい弱いですよ。本当本当にちょっと俺プロレスラーに勝てんじゃねえかな。ヤンさんちょっとかっこいいとこ見せてよ。本当弱いですよ私。よっしゃレディーゴー。あヤンさん筋肉じゃなくて筋しか出てない。腕に筋しか出てないよ強い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 。あのぶっちゃけ楽勝
はい。そんな二人ですけども、うん、やっぱりね、必殺技。おお。はい。私は腕ひしぎ十字固めが得意です。腕ひしぎ十字固め。とアームロックが得意です。そう。アームロック。犠牲者がいた。やってくれと煮るなり焼くなり焼きにするなりこういうことでいいですか。どうぞ。行きますね。これまっすぐじゃないの。まっすぐじゃないですか。あ、これは親指を下にすれば決まります。親指を下にゆっくりね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 せーいせーい俺こう伸びるもんだと思ったけど、はい、こうなんだ。そうです。一撃ですよ。こんなもん我慢できるか。もう見て見て、もう見てる笑顔がもう満面だよ。アームロック、アームロック。アームロック。はい。きます。決まります。もうやだ。これ青木真也がやって骨折れたやつですよこれ。大晦日に。あーい。あー痛そう。うわ。なんかテコの原理がいろんなところに効いてる感じ。なんかね肩ですよね。肩ですね肩。肩となんかこの辺とね。我慢できるかこんなもん。いやー。じゃあ続きまして里村さんの。何一押しっていう。やったら多分死んでしまいますよ。ええと。首の骨とか折れます、ね。マジ。デスバレーボムって担いで頭からこう落とす技とか、はい、死にますよそれ、うん、ちょっとできないのでそれはちょっとできないですね、はい、ミットとかミットこれはいすみませんちょっとお借りしてうわおっでもでもやられるの喜んでるいやでもちょっとやっぱ嬉しいよあの里村先生大きく受けられるってこっち側に体重かけてるはい、ぐっとこうだいぶヘッピーゴリはいしゃがみおーすすげーでもなんかちょっと嬉しいんだよねなんかねあー何ド M っぷりもう一回いいですかもう一回食らっときたい笑顔のド M っぷりおーすげー70キロ飛ぶよもうちなみに空手がですよね空手がシュートボクシングいきますいやすげえ足変えればよかったいやいいねだいぶ響いたね今ね響いたねいやちょっと俺体持たんのこれ今日そんなこともあろうかとおうプロレス大好き、うん、格闘技大好きのイエスこの男を呼んでいましたよやったおいでカモン早く呼べよ、やろあお前声なんなんだよ昨日のイベントで声枯れてんだよお前、平田だろ平田じゃねえ、ストロングマシンじゃねえお前、平田だろ、この野郎平田じゃねえ、やんだよおい、俺、お前のカマ星人じゃねえんだよ藤波でもねえ、俺カマ星人じゃねえって言うんだよ、この野郎おい先輩、生意気なやつで、ハチさん、ちょっとお願いしますお前お願いします、先輩、お願いしますさとむらさん、おはようございます。さとむらさん、おはようございます。さとむらさん、おはようございます。さとむらさん、僕ないです。さとむらさん、いるって聞いてなかったんですけど。さっきずっと見せたじゃねえか。テレビの裏側言うんじゃないよ。何するんですか、僕は。え、お前大好きだろ、プロレス、格闘技。もう大好きですね。今日は、思う存分、君にそのプロレス、そして格闘技の醍醐味を味わってもらおうと。じゃあ先輩どうでしたっけなんかさっき言ってたのどんな感じでしたっけどう思ったのいらない上でいいです上で上いらないこれいらない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 おっ無茶するじゃんいらないやつすげえすげえ無茶するじゃんこの後元気に必殺技がクリティカルヒットビビってると思って怪我しちゃうもんえ先輩今の動きもこねえ先輩の音きついですよいやいやちょっと待ってくださいじゃあ行きましょう洗礼を受けていただきましょうさあ顔おおおおおおお
今日はお疲れ様でした。いや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 いカウンターはダメだって富田さん、あと何でしたっけ、何ありますか。違うんだって、関節がいいですか、打撃がいいですか。あ、関節、あ、まあ二択をいただけるっていうことみたいなんでどっちも嫌なんですか、はい、まあどっちかっていうと、どっちかというと、どっちかというとどっちがいいですか。関節がいいですか。僕あの本当にカルシウムがちょっと足りてない方なんで、あの骨が細いけど肉で太ってるんで、あのそこら辺は弱え、うん、はい。ここでですね、なんとお二人がちょっと告知したいということがあるということでですね、頑張れ元木くん、ギブアップするまで告知タイム。イエーイ、イエーイ、イエーイ。ルールは締め技をかけてギブアップするまでの間告知できるということで、かっこ本気でやってくださいと書いてあります。でも本気でするとすぐ3秒ぐらいタップしちゃうから、そうですね、ほぼ生殺し的に。そうですね、いやいや一番嫌じゃん。またあのハゼみたいな顔がハゼが出るかどうか。腕回んねえ、おい、ちょっと1回目ですね。これぐらいだとこの顔ができた。このぐらいでちょうどいい、ちょうどいい、これが終わり。それではスタート。レディーファイト。毎週木曜日と土曜日の北部総合コミュニティセンターでキックボクササイズ女性とキッズやってます。ぜひ一度体験に来てください。いやだってタップしてなかったからな。一応頑張ってくれ。では、はい、告知タイムスタート。はい、9月の28日に約1年ぶりに新潟市体育館に進出します。女子プロレス大御所神取忍、アザコング、豊田真奈美選手をはじめ、女子プロレスのビッグマッチ開催しますので、ぜひ応援に来てください。よいしょ、よいしょ。ということでですね、お二人の最強に強いところをもっくんで見せていただきましたけれどもね。魂抜かれてますね。生き返れ生き返れ。回ってる。言うてもですね、言うてもお二人とも、うん、女の子ですから、はい、やはりこう恋愛とかね、こうなんかちょっとガールズトークなんかも聞きたいなと思うんですよ。好きなタイプは誰ですか、芸能人。市原隼人が好き。おお、結構ミハミハ似てねえよ、似てねえよ、何も似てねえ。おかしいな。好きなタイプですか。リーダーシップのある方が好きですね。あ、グイッと引っ張って。あの格闘家的なこのやっぱマッチョな人が好きなんですか。いやー、でももう自分たちの周りがマッチョばかりの世界なので疲れますよね、そういうのをずっと見てると。確かにね、まあ、俺の顔見れば分かると思うけど、
この人数でいるだけなのにすごい温度高いからね。これ4畳半に一緒に住んでるから帰りません。もう見たことのないとこから汗が出てるから。俺これどっから汗出てるの。こう。あのさっきのアムロックだ。アムロックだね。なんかお二人の普段日常のこう女子な姿というか、ね、毎日そうですよね。化粧するっていう習慣がなかったので、うん、はいはい、おしゃれとかそんなもう全然こう入れ込んだことがないですね。でもぶっちゃけやっぱりおしゃれしたくないですか。すごい憧れてました。そうですよね。ルーズソックスとかすごいミニスカートとか憧れてましたね。あ、今日持ってきてないな。ルーズソックスです。また今日締めてほしかった。そうだな、ルーズソックス見たかったな。じゃあせっかくですから、はいはいはい、2人のね、その女子心をですね満たす、叶えてあげませんか。そうしましょう。はい、ね、ですか、うん、お二人の女子心を満たすため1年半ぶりにこの方が登場。メイクアップアーティスト、羽瀬里沙。第2回の放送中、おじさんをギャルに変えた驚異のメイク術で今夜は2人を憧れの女性芸能人に変身させちゃいます。タレントさんとかモデルさんでいらっしゃいますか。はい、平子梨沙が好きです。いい、大好き。じゃあちょっと平子梨沙風で、イメージチェンジいっちゃいましょうか。はい、羽瀬梨沙が手掛ける平子梨沙風メイク、果たして富田さんは憧れのモデルに変身できるのか。はい、メイク終了でございます。平子梨沙。はい、平子梨沙さんになりました。緊張しますね。おめえはいいよ。じゃあいくよ、ドーン、オープン。ちょっとすいません、あとでメールで教えてもらって。苦情が来るほどメールするから。リサちゃんはちょっとポイントを解説してください。ポイントはアイラインと、あとつけまつげは上下にがっつりとつけて、で唇をリップラインを元のリップより大きめに取りました。じゃあ鏡持ってきたからちょっと見てみて。はい、全然違いますね。可愛い。ありがとうございます。いけるね。じゃあ次、里村選手や。はい、ね、テンション今どんな感じですか。めっちゃ楽しみです。可愛いじゃん。可愛い。じゃあちなみに里村選手が憧れるこんな形にしてみたいメイク。キャリーパミパミ。マジで。キャリー着てきたか、これ。うわー、田辺さんモンスターのね、ファッションモンスターなんじゃない。いいね。この後、里村さんがキャリーパミパミに変身。めっちゃいい。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。里村さんのキャリーパミパミメイク、果たして変身できたのか。はい、メイク完了でございます。キャリーパミパミ。はい、いけた、いけました。大人のキャリーみたいな感じ。全然想像つかないんだけど。全然思い浮かばない。大人のキャリーね。大人のキャリー。よし、3、2、1、ダーン。うわー、めっちゃ似る。かわいい。かわいいね。あんなに里村選手って美人だったんですか。いや、めっちゃ可愛いな、本当に。目が大きい、ね、これはやっぱつけま、はい、そうですね、里村さんつけまつげつけたことないっておっしゃってたので、もうバッチリお目目のつけまつげを。目が大きいもんね。こんなに上がるんですね。やってもらいましょうよ、フリー。どうやるの。ファッションモンスター、ファッションモンスターですね。全然嫌なこと断って大丈夫ですか。やめましょう。ファッションマスターやってた。ファッションマスターやってた。やった。久々にやんごとなき一言。行きたいですね。ね、はい、チョークを締めながら。あなたにとって格闘技とは何ぞや。魔物プロレスとは。行け。
体謎や。女の生き様です。女の生き様です。えいやいや、Oh my home sweet home、 I'll go home sweet home、 遠い空の下、今日も優しい風が吹く、 Oh my home sweet home。 インスロッカよ。じゃあ、さあ、富田さん、富田さん、ありがとうございました。そしてリサちゃんもありがとうね。はい、また来週、行ってみて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 。はい、ということで里村さん、9月28日楽しみですね。はい、ねえ、里村さん、なんかやごとなき視聴者が見に行ったら、なんかポーズとかやってくださいよ。ポーズですか。やっぱ例のあれじゃないですか。あれモンスターやっちゃいます、ね、せーの、これを試合中にどこかでロープワークしながらコーン今かもしれないし、まあ、何かしらね、はい、いいですか、はい、試合中に、はい、やんごとポーズをやっていただけると。わかりました。ということで、ぜひ皆さん遊びに来てください。9月28日です。よろしく。新潟市出身の里村芽衣子です。熱い戦いをお見せします。